Et bien salut tout le monde, c'est The Sky. Aujourd'hui on se retrouve pour nos aventures sur Dragon Ball Z. Et hop, la dernière. Yoshi, これで7個全部集まったぞ。できればドラゴンボールを使わねえで済ましたかったが、仕方ねえ。セルの強さはそこが見えねえしな。オラだけじゃきっとセルには勝てねえが、これでいざという時の準備だけはできたな。ちゃんと復活できたようですね。あ、サンキューデンで。もうセルとの戦いの準備はできましたか？念には念を入れて。Ah, mais c'est génial! Je peux invoquer Shenron? Non, je peux pas. Pourquoi je peux pas? Il me reste combien de soins? 16. Ça devrait être logiquement faisable, non? Aïe. Attendez. Bon, ça devrait être bon, hein. On va voir, hein. もう、セルとの戦い。わかりました。頑張ってく。それぞれの思惑を胸に時は過ぎていき、地球は運命の5月26日を迎えた。よし、行ってくっか。気ぃつけるだぞ、悟空さん。死なねえでくれ。おう、分かってさ。ご飯ちゃんは戦わねえんだろ。そう。約束してけれ、ご飯ちゃん戦わせねえって。じゃあ行ってくる。あ、戦うかもしれねえんだ、ご飯ちゃんも。おっす。来たか。いよいよだな。あれ、ベジータは精神と時の部屋で修行やってたんだよな。やつなら一足先に行った。そうか、張り切ってんな。ああ、そうだな。なんだよみんな、何沈んでんだ。悟空、まずいことになっちまったんだ。ドラゴンボールを一つの願いでたくさんの人が生き返れるようにしてもらっただろ。そうすると前みたいに一回死んだ者はもう生き返れないんだってよ。すみません、最初に言っておけば。なんだ、気にすんなよデンデ。オラたちは死ななきゃいいんだからさ。死ななきゃって、相手は、あのセルなんだぞ。いいから早く行こうぜ。12時過ぎちまうぞ。悟空、お前なんでそんなに余裕なんだよ。ほらほら、置いてっちまうぞ。あの、クリリンさんも一緒に行きますか？ああ。はっ！ Eh ben, c'est pas difficile. Vous allez sur Namek et vous rassistez tout le monde, hein. C'est aussi simple que ça. Oh là là, je vous jure. C'est quoi que je sais pas si Namek ça marche. Enfin bref.
Il est temps de finir l'arc de sel. の運命を左右するセルゲームまであと20分余り。セルは身じろぎもせずリングの中央に立っております。人類を滅ぼすという悪逆非道な宣言を行ったセルに対し、ただ一人立ち上がってくれた我らの英雄にして希望、格闘技世界チャンピオンミスターサタンは、おお、ミスターサタンがやってきました。聞け、セルトやら、俺にはとっくにバレてるんだぞ。都や軍隊を破壊したのは爆弾を使ったトリックだろう。だがそんな手はこの俺には通用しないんだ。なんだ、あのゴミは。ベジータめ、やはり証拠りもなくやってきたか。こいつは驚いた。まだ存在していたとは。しかも破壊したところが治っているじゃないか。あいつら空を飛んできたような気が。トリックだな。なあ、悟空、セルに勝てると思うか。さあな、やってみねえとわかんねえさ。見えてきたぞ。なあ、ご飯、悟空は何か作戦でもあるのか。やっと来たようだな、孫悟空。待っていたぞ。集った最強戦士たち、セルゲームの幕開け。お揃いでようこそ。全員空を飛んできましたよね。流行っているようだな、あのトリック。16号、お前治ったんだな。礼を言いたかった。ありがとう、クリリン。そしてご飯、よかったですね、16号さん。お手げ、頑張ろうな。俺はお前を殺すために作られたんだ。そのことを忘れるな、孫悟空。くれえやつだな、こいつ。時間だ。ドイツからでもいい、さっさと出ろ。当然、格闘技世界チャンピオンの俺だ。あいつ殺されっぞ。いいから、あいつの好きにやらせておけよ。殺されたってあいつはドラゴンボールで生き返れるんだ。やれやれ、しょうがねえな。さあ、いよいよ地球の運命をかけた戦い、セルゲームが今始まりました。はぁー、ズリャーッ、ウリャッ、ドーハー。うるさい。リング外に落ちてしまった。サタン選手、負けてしまいました。さあ、早くセルゲームを始めるぞ。ミスターサタン、なんで負けてしまったのですか。ああ、足を踏み外してしまっただけだ。ちょっと休憩したら本気でやってやる。あいつ、まだレベルの違いに気づいてないのか。バカの世界チャンピオンだ。ドイツからやるんだ。じゃあ、オラからやらしてもらおうかな。ほう、
一番の楽しみは最後に取っておきたかったのだがな。来い。バスト！貴様と戦うのを楽しみにしている。よし、マル。こいつは光栄だな。Ah, tu t'es pris quand même un petit peu, hein, hein, Marcel. Ouais, terminé, tu en manges.Ah putain, il le fait deux fois, c'est casse-couille ça. Allez, viens là mon petit sel. Bon, ça a l'air plus ou moins gérable, enfin, je crois. Le problème, c'est que j'ai pas spécialement l'impression de lui faire les dégâts. What? どうした？そんなものではないだろ、孫悟空。おめえがなかなか手の内を見せねえからな。Tu triches, elle。孫悟空か。さすがに戦い慣れている。ああ、出て出て。ああ putain、deux cassures de garde quoi。ah、pas c'est pour le Genki Dama, fait chier。Ah, quel danger! Ah, quel con, j'ai fait la mauvaise touche. T'as kiffé ça, elle, ou pas? Attends, je me mets en pleine forme et je reviens. Eh ben non! Mon caméra, il est prioritaire.程度実力が近くなくては面白くない。No！ オラもそう思う。J'adore。Parce que je lui ai mis le coup en gros。Et en fait, ça, il y a eu le son。Il y a eu le son comme quoi il se faisait propulser au sol. Mort de rire。Énorme blague ça par contre. Bon. Iso, Subarashi Pawada. Subarashi Pawada. Et bim. T'en veux un? Et bim. Et bim. Et bim.Un petit dernier pour le LOLZ. Au final, c'est con parce que ça a eu des belles animations, mais à part ça, ça sert pas à grand chose. Ah! Allez, mon petit sel!
Allez, salut! Bitch! やるじゃないか、本当に。ここまで楽しめるとは正直思わなかったぞ。先ずとやらを食うがいい、孫悟空。さらに素晴らしい試合になるはずだぞ。あいつの言う通り、悟空さんに先ずをあげて全員でかかれば、今のセルなら倒せる。黙ってろトランクス。貴様にはサイヤ人の誇りがないらしいな。そんな勝ち方をするぐらいなら、あいつは死を選んだ方がマシだと思うだろうぜ。しかしこのままではやられるだろうな。確実に頭に来るが認めてやる。俺はあれだけ特訓したが、カカロットを超えられなかった。あの野郎は天才だ。だがセルはそんなカカロットをさらに上回ってやがるんだ。だったらどうしろと言うんですか。あいつが何か作戦でも考えていることを期待するんだな。どうした。私はもっともっと楽しみたいんだ。めーた高三だ。おめえの強さよーくわかった。ほらもうやめとく。なに高三な、何を考えているんだあいつは。孫悟空、その言葉の意味することがわかるか。セルゲームで戦う者がいなくなれば、この地球の人間どもは一人残らず死ぬことになるんだぞ。勘違いすんな。戦う奴がいなくなったわけじゃねえだろ。次に戦う奴をオラが指名してもいいか。貴様、本当に降参する気か。今度の試合で多分セルゲームは終わる。そいつが負ければもうおめえに勝てるやつはいねえからだ。だがオラ、さっきおめえと戦ってみて、やっぱそいつならおめえを倒せると思ったんだ。何？だからオラ全てを任せて降参した。いいだろう。では聞こうか。その存在するはずもないものの名前を。次にセルと戦うやつはセルに勝てるやつはそいつしかいねえ。お父さん。おめえの出番だぞ。何？え？なんだと？やれるな、ごはん。僕がセルと？無茶を言うな。戦えるわけないだろう。相手は貴様でもかなわなかったセルだぞ。ごはんはオラたちの思ってる以上に信じらんねえような力を持ってる。精神と時の部屋の修行で眠っていた力が解放され始めたんだ。本人に聞いてみてやろうか。さっきの父さんとセルとの戦い、すごすぎてついていけねえと思ったか。思わなかった。だって二人とも思いっきり戦ってなかったんでしょ。セルは知らんが、父さんは思いっきりやってたさ。だがおめえには手を抜いてるように感じたんだろう。
そうなのか、ご飯。はい。やれ、ご飯。平和な世の中、取り消してやるんだ。学者さんになりてんだろ。わかりました。やってみます。僕はセルと戦う。いや。孫悟飯、貴様が相手とはな。あれがご飯か、あのおとなしいご飯か。あのガキ、どうやってあれほどの巨大な戦闘力を。そんなバカな。孫悟空の言ったこともまんざらはったりばかりではなかったらしい。だがこの私に勝てるというのはいささか言い過ぎだったようだな。C'est pas grave. C'est un coup, je t'ai eu. Mon coup, là. Crée. Allez, mange. Crée. Slasco, il s'y met. Chutto, il y a les signes d'attaque. D'accord. Oh! Eh merde! Attends, je prends un peu de ki là. C'est pas fini la salle, hein? Non, mais qui n'a qu'à qui d'autre?Ouh, tout juste. Allez. Eh, vas-y, non, j'ai vu, ouais. Allez, putain. Connard. Ok. Voilà. Pas prévu ça par contre. Ah.なるほど、本当にハッタリではないようだな。まだやるのか、する。わお、putain, et vachement plus dur à affronter maintenant. Eh ben non. J'ai mal au doigt.ナシンコ。僕は戦いたくないのに。あ、タキオさん、ごめんなさい。勝つつもりか。
Allez, bouffe! Mais putain, quoi. Voilà. Allez, 300 000 là, c'est jouable. Fais-moi un petit Kamehameha, vas-y. Celle! Allez, un petit Kamehameha, s'il te plaît. Hop, 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 hop. Désolé, je suis un petit peu concentré, là. Je suis un petit peu stressé là quand même. Skoshi wa honki wo dashite yaru ka. Yappari. Muda da yo. Koitsu wa odoroita. Koto no hoka tafu janai ka. もうやめようよ。僕は本当は戦いたくないんだ。殺したくないんだよ。たとえお前みたいにひどいやつでも。何を言い出すかと思えば、貴様にはこの私を殺すことはできん。僕は昔から怒りでカッとなると、とんでもない力でめちゃくちゃな戦いを始めてしまうらしいんだ。だから、きっとお父さんは、そいつを計算してセルを倒せるのは僕だけだって言ったんだ。そんな話を聞いて、おじけづくとでも思ったのか。それどころか、私はどうしても貴様を怒らせたくなった。さあどうした？痛いだろう？怒れ。嫌だろう？このまま死ぬのは。そう、俺はゴハンに加勢するぞ。待てピッコロ、ゴハンが怒るのを待つんだ。セルを倒すには怒りで真の力を解放したゴハンに期待するしかねえんだ。そう、貴様は間違っている。ゴハンは貴様のように戦いは好きじゃないんだ。今ゴハンが何を思っているかわかるか？怒りなんかじゃない。なぜお父さんは僕が死にそうなのに助けてくれないんだろうと。忘れるな、実力はナンバーワンになってもあいつはまだ子供だ。あ、クリリン、オラに先祖クリ。50のやつだ。どうやら自分の痛みだけでは怒りが湧いてこんらしいな。ではお前の仲間たちに相談してみることにするか。な、何をするつもりだ。何でもするさ。貴様が怒って真の力とやらを発揮するならな。ん？お前たちを巻き込んですまない。俺はセルと共に自爆する。いくら貴様でもこれだけ密着していれば粉々になる。けっ、
なぜだ、なぜ爆発しない。16号、自爆はできない。カプセルコーポレーションでお前を修理してた時、博士がお前の体にとんでもねえ爆弾が隠されてるのを発見してさ、物騒だったんで取り除いたって言ってた。残念だったな、16号。今度は貴様たちの番だ。なんだ、あれは。さあ行け、セルジュニアたちよ。孫悟空たちを痛めつけてやれ。気をつけろ。恐ろしく強えぞ、こいつら。もたもたしてっと、やべえぞ。Allez, on se stoppe là les enfants. Ah, bon, Sangoa, tu te fous quoi en colère là? C'est quand que la tête de C16 explose? Ah, ça on verra ça peut-être au prochain épisode. Allez, sur ce je vous laisse, prenez soin de vous, prenez soin de rock'n'roll, n'oubliez pas d'avoir la... attitude. Comme d'habitude, je procure que sa chanson, que ça risque, que c'est le dicton, je vous laisse, je fais plein de pouces partout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Surtout, ciao, bye, bouti bouti, et que l'amour du PE soit avec vous. Peace!